この大会全5試合発表してると思いますが、実は、サプライズ、ボーナストラックを設けました。ナンバルフェスタっておもろい試合が5本あったら5本じゃダメなんですよ。1試合ぐらいちょっと真面目な試合も欲しくて。ないでしょ今日、ね、発表されてないでしょ。わかります？どんなカードか。わからない。ほんまかい。メキシコから帰ってきてね、真面目なガチャ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 するレスリングの練習をしてきたのに、私はちゃんとした試合を見てません。なので、対戦相手シングルマッチですね、エキシビジョンマッチで、まあ、勝敗がついても5分間は、やりきるっていうルールで、でその対戦相手はですね、男子レスラーなんですが、実は、ルチャっていうプロレスのイメージはないです。でも実はすごくルチャが上手い人で、その人と今日はスペシャルボーナストラックで、シングルマッチ、エキシビジョン5分間をやっていただきたいと思います。皆さん、むちゃくちゃタヤのことを応援してあげてください。それでは、ボーナストラックお願いします。ラマさん、これは5分間のうちにこうタップしたりしても必ず5分間やりきるってことでよろしい？そうです、エキシビジョンマッチなので。はい、はい。Come on!
残り2分。何ということ。